ペイントグラフックはソースネクストが販売しているグラフィックソフトウェア。主にビットマップ画像を扱う写真編集ソフトウェアの一つである。ファンファーレ開発のウルトラキットが元になっており、現在はソースネクストがペイントグラフック、ペイントグラフックにとしてリリースしているため、市販のペイント系ソフトの中では圧倒的に安い価格が特徴。アドビフォトショップや ペイントショッププロなどに比べて使用者数や書籍は少ないが使いやすいインターフェースを持ちた機能かつ軽快に動作するためソースネクストの商品の中で特に良質ソフトに挙げられるものの一つである。姉妹ソフトとしてドローツールのダローグラフックがある。写真編集ソフトウェアとしては会長、色調補正などの基本的な機能を多く備えているが自作ブラシや ペインターなどにも搭載されているイメージホースの使用、パスを用いたベクトルデータの作成なども可能であり、ペイントツールとしての側面も持ち合わせている。もともとフォトショップの対抗馬として開発されたソフトの流れを組んでいるため、基本的な写真修正の機能がまんべんなく盛り込まれており、かつ画像処理が最大限しやすいように配慮されている。例として、 多くのグラフィックソフトでは、ウィンドウ内にカラーパレットやレイヤー、あるいはブラシなどの多数のサブウィンドウを展開させており、編集領域を狭めることがしばしばあるが、当ソフトではツールボックスとして画面の端に一つのウィンドウとしてまとめて表示しているため、有効な編集領域が確保しやすいということが挙げられる。しかしこのためにツールボックス内各ッの操作が細かく、 なり面倒だという声もある。ペイントグラフックでは多くのフィルタ機能を一覧から効果をサンプルで確認しながら選べるフィルタブラウザというウィンドウがあったが、ペイントグラフック2ではツールボックスに統合された。2010年に発売されたペイントグラフック2プロではレイヤーをツールボックスから分離することや階層化表示が可能になったほか、テキストデータをラスター化せず保持する機能や、 クマック対応など、機能の強化が図られているが、廉価な画像編集ソフトウェアが珍しくなくなっている。今日において、従来のバージョンの倍以上の価格設定がなされている。現在、フロンティアから販売されている、ザグラフィック、ペイントもペイントグラフィック同様ウルトラキットをもとに、したソフトである。ありがとうございます。